リチャード・オブライエンは、イギリスの俳優、声優である。代表作は、ロッキー・ホラー・ショーなど、1942年、イングランドのジェルトナム生まれ。その後、会計士だった父親が、羊牧場を経営する決心をしたため、一家は1951年に、ニュージーランドのタウランガへ移住した。しばらく、オブライエン自身も、ニュージーランドで過ごした後、1964年に、 単身イギリスへ帰国。もともとコミックやホラー映画などが好きだったこともあり、帰国後はエンターテインメント業界を目指して舞台やステージ歌手などで活動した。またその頃すでにイギリス国内にリチャード・スミスという俳優がいたため、もともとの苗字であるスミスをオブライエに変えている。俳優としてその後も舞台で活躍し、順調にキャリアを重ねていく一方で、 作家としての才能も発揮し、その才能は後に映画化されるミュージカル映画、ロッキーホラーショーでも活かされている。1970年代初頭から本格的に俳優としてのキャリアをスタートさせ、1975年にロッキーホラーショーで原案、出演、脚本の3役を務めて注目を集める。同作品はリチャードが原案の同タイトルの舞台劇を映画化した。 ミュージカルホラー映画でユニークかつ奇抜な映画として人気を得てカルト映画としても高く評価された。1981年には続編のショックトリートメントも制作されオブライエンも違う役柄で出演、かつ音楽と脚本で続投した。その後もテレビドラマや映画などで活躍し、近年では子供向けアニメキニアストファーブで レギュラーキャストの声優として2014年まで出演していた。3度の結婚歴があり、最初の結婚で1児、2度目の結婚で2児が生まれている。2度の結婚は離婚に終わったが、2013年にサブリナグラフという女性と再婚している。また、自身を男性7割、女性3割のトランスジェンダーと語っている。ありがとうございます。